パリオリンピックは日本人選手の奮闘を見ることができ、見ている私たちも魅了されました。しかし今回のパリオリンピックでは選手たちは頑張ってきた反面、さまざまな問題を抱えていた大会となっていました。セーヌ川汚染に選手村問題、さまざまな試合で誤審があったりしている状況、そんなパリオリンピックも終わることになり、 IOC 会長も来年退任することを発表。また今回の大会中に IOC 会長幹部が日本開催に向けて発言したことが大きな話題となっており、玉川氏を含めた指揮者がそのことについてコメント。そして競技によって与えられる賞金の差があることも問題として言われています。今回はパリオリンピックの情報についてご紹介をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。パリオリンピックの現状。今回のパリオリンピックは様々な問題が挙げられていました。その中の一つに選手村のエアコン問題があります。史上最もサステナブルなオリンピックを目指して環境保護のための施策の一環としてエアコンの廃止を検討していましたが、猛暑の中エアコン導入が決定。しかしその負担は大会委員会ではなく選手側が負担するということで、エアコンを導入できる国とできない国が分かれました。そしてイタリアの男子競泳の背泳ぎ 100m で金メダルを獲得したトーマス・チェッコンが芝生の上でタオルを下に敷いて昼寝をしている様子が SNS で投稿され話題に。トーマス・チェッコン選手はこのことについてインタビューの中で、部屋はエアコンがなくてとても暑いし、食べ物も美味しくない、これはパフォーマンスに対する言い訳をしたいんじゃない、選手たち以外に誰もが知らない、あるいは知ることができてない事実なんだと訴えていました。また SNS で投稿されたシーンについては昼寝をしていることを認めて、多くのアスリートが選手村から移動した、そして彼らは良い成績を収めたり、なぜならそこにはあるものがあるからだ、選手村に何が不足しているかを細かく説明することはしたくないけど、オリンピックの重要なレースを控えている選手にとって最初の数日間なら我慢できると思うけど、これが10日以上となるとね、特に僕らに用意された食事を見てみると残念ながら多くの人にとっては選手村にいることは難しいと感じるだろうとコメント。今回の大会では野菜中心の食事が提供されており、選手が必要とするエネルギーを十分に蓄えることができない状態となっていました。そしてチェッコン選手は続けて、東京オリンピックの時の日本人の組織力は本当に無敵だったよ、今回のフランスは何かがおかしいと感じたんだと東京オリンピックの時と比較をした話をしていました。東京オリンピックの時には日本食に加えて海外の食事も準備されており、選手も食事を楽しむことができていました。しかし今回は不満を抱えることが多くなっており、明らかな差があるように思われます。そして今大会では日本人選手がメダルを何個も獲得する大活躍を見せてくれました。そこで気になるのが賞金、競技ごとに明らかに金額が変わっていることが話題に。日本オリンピック委員会は金メダル獲得者には500万円、銀メダル獲得者は200万円、銅メダル獲得者は100万円と一律で支給する形となっています。そして IOC から出される報奨金で一番高いものはゴルフ、金メダルは2000万円、銀メダルは1000万円、銅メダルは600万円となっています。対してオリンピックで注目されている競技である柔道や水泳は報奨金がなんと優勝しても0円、陸上競技では優勝者は300万円、準優勝者は200万円、3位は100万円と競技によってメダルを獲得しても大きな差があることが分かります。報奨金事情についてはあるスポーツメディアによると、東京オリンピックでは金メダルに2000万円を送った日本陸連だったが、今回は緊縮財政で金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円と大減額となった。その影響というわけではないと思われるが、東京オリンピックで日本勢が銀、銅を獲得した男子 20km 競歩で今回はメダルなしの結果、女子やり投げの北口選手も東京オリンピックでは12位でしたが、今回の大会では見事優勝。しかし報奨金は東京で金メダルを取った場合より1700万円少ない状態。日本のお家芸と言われている柔道は競技独自の報奨金がないし、水泳もメダル報奨金はない、スケートボードは財源がないとして報奨金は設定されていないと違いについて紹介されました。また他の国では金メダル獲得者には日本以上の優遇があることが言われています。北
朝鮮では金メダルを獲得した選手は英雄と言われ、高級住宅や自動車が支給されるほか、引退後も指導者となり生涯安泰に。また今回の大会で男子として初の金メダルを獲得したフィリピンの体操代表のカルロス・ユーロ選手は、報奨金で日本円で約4000万円支給され、免税や障害年金の処置、高級住宅支給や飲食店が生涯食べ放題といった想像を超えるような対応をされるそうです。金メダルを取ることはすごいことですが、ここまで国によって差があることには非常に驚きです。ファンからは賞金の差については、これはある意味仕方ないことだと思う。ゴルフはもともと他の大会とかでも賞金が高く設定されていることがあったり、協会や連盟の予算規模が違うから仕方ない。協会は強化に専念して、スポーツ庁でもっと高額に4年ごとに積み立てしていけばいいんじゃないかなと思う。報奨金は選手のモチベーションになるけど、プライドをかけている点がすごく伝わる。報奨金以上に練習の環境だったり、海外遠征の費用だったりを団体や国で出してあげてほしい。近年のバドミントンや今回のフェンシングの大躍進を見て、やっぱり練習環境は大切だと思う。といった声が上がっていました。日本開催に向けて、パリオリンピックが終わるに向けて今、話題になっているのが IOC のクリストフ・デュビオリンピック統括部長のコメント。日本メディアとの懇親会の中で、日本でオリンピックへの支持を一部失ったことは理解している。ムーブメントはまだ去っていない。遠くない将来、日本が再びホスト国になる時が来ると思う、と発言をしていました。支持を失ったというのは汚職事件等があったことですが、そういった中でも日本開催をしていきたいことを明らかにしていました。8月10日に IOC の会長であるトーマス・バッハ氏が来年に退任する意向を示しています。総会の中でバッハ会長は、いろいろと検討をして広範囲にわたる議論を重ねた結果、私はオリンピック憲章が定める制限を超えてまで続投するべきではないという結論に達した。新しい時代には新しいリーダーが必要になってくる、と発言をしておりました。オリンピック憲章では会長の任期について、8年間の1期目の後、一度だけ再任で4年間できると定められています。その通りで今後は新たな会長が就任する可能性がある状態なのですが、そういった中での日本開催コメント、この発言に対してコメンテーターの玉川徹氏はテレビ番組の中で、 IOC 側からすれば、批判を恐れずに言うと、ぼったくる側からすれば、また東京で日本でって考えているのだろうが、ぼったくられる方はもうって感じでしょうね。そしてそれだけのお金をかけてオリンピックを開催することが本当にできるんだろうか、と発言をしておりました。玉川氏の発言のように、オリンピックは運営側が大きく収益を得る構造となっています。東京オリンピックを開催した際にはコンパクトで低コストを目標として、1964年の東京大会で使用していた会場等を使用するということで、招致前の予想経費は8299億円と言われていました。しかし開催が決定し、実際に工事等を行っていく中で予算は膨らんでいき、2017年時点では経費が1兆3500億円に達し、2018年時点では追加で6000億円かかることが発表。最終的な経費として発表されたのは1兆4238億円。そしてこの大会では無観客で開催したことにより、入場料が収益として入らなかった分も含めて、約2兆3713億円の赤字を国と東京都が負担していることが明らかに。長期的に見て経済効果はそれ以上になると見込まれていますが、開催するだけでも赤字状態。こういった現状があり、日本開催の反対の声もありますが、それ以上に見ている私たちが不満を抱いているのは今回の大会で起こった問題。パリオリンピックでは先ほど紹介した選手村の問題以外にも数多くの誤審やセーヌ川問題があったりしました。ある日本人選手は、選手村では不自由な環境になると思っていたので、競技の直前は選手村から離れてホテルに泊まる予定でいました。ただ一度選手村に入ってみて、友人から部屋を閉めていないと物が盗まれるという話を聞きました。そういったことを体験して、やはり選手村ではないところで泊まることを決めました、と明らかにしていました。またセーヌ川の水質問題もあり、アメリカ代表のモーガン・ピアソン選手は、水の浄化にもっと力を入れることはできたと思う。オリンピックだから選手は頑張るだろうと考えた上で最善を願っているだけのように思えた。
正直レースができるかどうかは少し運任せのようだったと話をしていました。そしてドイツと100分の1秒差で銀メダルという結果になったアメリカ代表のセス・ライダー選手は、正直今は病気になってもしょうがないと思っている。水質のことについては本当はどうなっているかはわからない。ワールドトライアスロンがひどい水の中で私たちを泳がせるようなことはしないと信じるしか今はないよ。でも流れが異常に感じた。体力的にもいつも以上に厳しく、今となっては病気になっても気にしない。オリンピックの銀メダルを取るためにトイレにこもる夜があっても構わないと問題を指摘した上で楽観的な考えをしていました。そして誤信もあり、日本はメダルを逃すことが多くありました。一番言われているのが柔道男女混合団体戦のデジタルルーレット。ルーレットの結果、フランスのレジェンドと言われている90キロ超級のテリビネール選手と対戦をすることになり、日本は銀メダルという結果になりました。疑惑のルーレットと言われていますが、さすがに不正はないと考えられますが、真実は分かっていません。そしてバスケでも世紀の大誤信と言われていることがあります。日本対フランスの試合、最後の最後まで接戦状態でしたが、勝負の第4クォーター残り10秒のところで3ポイントシュートをブロックした河村選手がファールを取られて予定プレーに。判定が微妙な部分がありましたが、判定は変わらず、このまま日本は負けてしまう結果に。それ以外にも U23 サッカー男子の日本対スペインの試合でも、細谷選手の幻のゴールやオフサイドでは明らかにないものがオフサイド判定に。細谷選手のゴール後の判断の際にはいつもオフサイド CG がテレビでは映し出されるのですが、それは映し出されず、なおかつ主審も VAR を見ずに判定待ちの状態。誤審に関しては日本だけではありませんが、日本もこういったことが多くあり、勝利を逃す形となりました。そういったさまざまな問題があったパリオリンピックの中で言われた日本開催を示唆するような発言。ファンからは、日本でのオリンピック開催は大勢の日本人が大反対すると思う。 IOC はお金を儲けるために日本開催をするということを言っている可能性も高い。国民がオリンピックに不満というより、国民の大多数が豊かでないのにオリンピックどころではないという思いだと思う。今回のオリンピックを見ていると、開催したいという国が少なくなる可能性もある。それ以外にもこれまでにお金問題がいろいろと言われていて、もしかしたら今回のパリオリンピックの後にも発覚することもあるかもしれない。そして選手からしても本当に大変な大会だったと思う。オリンピックのイメージは、選手は滞在期間も楽しむことができたり、ゆったりすることができるということを考えていたが、今回の大会ではそういったことはあまり考えられなかった。コロナ禍の中でも無理に開催をしたりと、いろいろと日本も大変な思いをしたと思う。こういった大きな大会をするときにはもちろん問題が出てきてしまうのはしょうがないと思うが、お金面に関してはもっと何に対して使ったのかを明白に誰もが分かるようにしてほしい。そういった状況になったら日本開催も視野に入れてもいいと思う、といった声が上がっていました。今後の日本開催についてはより議論になっていきそうです。いかがだったでしょうか。皆さんの意見もぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。